週刊ポッドキャスティングプレゼンテッドバイキャンパス。週刊ポッドキャスティング2月23日ですね。これが29回目の配信になります。新時代のポッドキャスト展開という、ポッドキャスティングのこの週刊に名前を変えた後に少し連載してきた第2弾ですね。ブログ 2.0 時代のポッドキャスト展開ということで、ブログも 2.0 時代に入ったんですが、ポッドキャストも 2.0 の時代に入ったということで、少し4つほどこれからお話ししていこうと思うんですが、その1つ目が速報性と機動性、Immediacy and Mobility っていう英語にしましたけども、スピードとタイミングなんてね、サブタイトルもちょっと付けさせていただきました。この速報性と機動性っていうのがやっぱり音声配信のメリットだと思うんですけども、ところがポッドキャスト 1.0 の時代はあまり速報性や機動性を重視してこなかったポッドキャストの方が多いと思うんですね。むしろ編集にこだわってゆっくりとじっくりと番組を育てていく、エピソードも完成度の高いものをこう出していく、で週に1回、早くて週に1回、2週間に1回ぐらいという配信のペースのポッドキャスト番組もたくさんあったかなと思うんですが、週1回やってると結構ハイペースだなと、あるいは週2回やったらもっとハイペースだなと多分思われてたと思うんですが、これがポッドキャスト 2.0 の時代に入って一気に常識が覆って、覆りつつあると。典型的なのが声日記、毎日更新ですよね。1日1杯毎日更新という、1日1配信というのが普通になって、